的のために五感を放置しているため戻ってきたらすでにボコボコなのはよくある話です。こういうのは旅行に行ってる間に家にヤツが入ったと思えば全然納得できる話だよね。全くもって納得できません。どうも皆さんこんにちは。今回もやっていきましょう。モダンウォーシップス。今回はロシアの駆逐艦アンチャールを使うんだな。この船は防空の数が全部で8個もあるからね。今回はその8個の防空を使って最近話題の OSU をガン積みしていこうと思うよ。この検証は実際気になる人も多いかもしれないな。検証動画なしで本編が見たい人はこの時間まで飛んでね。ということで検証動画をどうぞ。という感じの結果になりました。今の検証結果の詳しい解説はコメント欄で誰かがしてくれるのでよしとして、自分の動画に関する検証までぶん投げるな。現在は索敵が完了して敵を発見したところだね。すでに敵のドローンから攻撃を受けているな。索敵のために五感を放置しているため戻ってきたらすでにボコボコなのはよくある話です。こういうのは旅行に行ってる間に家にヤツが入ったと思えば全然納得できる話だよね。全くもって納得できません。まだまともに戦っていないのにすでに体力は半分にまで減っているため一旦隠れることにします。これに関しては序盤に索敵するためのデメリットだな。こういうのがあるから序盤の索敵は好き嫌いが出てしまうね。さて体力が半分を超えたしそろそろ戦いに出ることにしますか。奥に強襲空母が見えるぞ。これはかなりラッキーですね。体力劣勢とはいえ遠距離から地道に攻撃していけばいきなり戦局を有利に持ち込める。今ものすごいミサイルの雨で一気に体力レッドゾーンになったけどな。爆撃機のミサイルの雨を受けて致命傷を負っていますが私は元気です。元気じゃねえんだよ。せっかく敵空母と車線が通っているのにこれ完全に不利ですね。体力さえ残っていればめちゃくちゃ有利なんだけどな。とはいえアンチャールの防空能力はめちゃくちゃ高いのですでに爆撃機を撃墜しており一旦安全は確保できました。特に OSU は機銃の防空だから敵のフレアなんか当然意味ないからな。むしろあのフレアを見て防空じゃなくて私が釣られそうだったもんね。
その後、空母には逃げられたため代わりに射線の通ったタイプ83を攻撃します。これまたかなり遠距離な戦いだな。こっちの方が圧倒的に体力が少ないからいつでも隠れられるように準備しておかないと。確かに隠れる用意は大事だな。なので私は今スマホをクラウチングスタートの体勢で操作しています。その行為に一体何の意味があるんですか？ということで本当にヤバくなったので一旦交代して隠れまして、全然体力少ないけどもう一回だけ攻撃しておきます。お前はじっとしてられんのか？大丈夫でしょ、こんだけ体力劣勢から隠れてもう一回すぐ出てくるとは普通思わないから。確かにもはや気候の域だしな。そこまでではないと思うよ。その後も攻撃し続け、体力も十分に回復したので反撃のため船を前に進めます。ロックオンはできないが空母の姿が見えるな。アンチャールはグレランが3個もあるのでロックオンできずとも十分な火力を出せますね。だけどもちろんミサイルと魚雷まできっちり使えた方がより火力が出るので船をさらに前に進めます。ロックオンできるようになったな。ロックオンできるならあとは位置情報を本国に送って核弾頭の弾道ミサイルを発射してもらうだけだね。この距離感でそんなことしたら当然巻き添え食らいますよ。私が巻き添えを受けたとしても自チームが勝てばそれで十分です。全体主義じゃねえか。そして無事敵空母撃沈。ナイスキル。あとは敵空母に小判ザメのように張り付いてるタイプ83だけですね。そして無事タイプ83を撃沈。この試合勝利しました。ナイス勝利。1戦目の戦績はこんな感じですね。なかなかいいスコア出せたな。それでは2戦目やっていきましょう。ということでやっていきましょう。2戦目。2戦目のマップはアイスランド諸島だな。では試合開始したので索敵用のヘリを発艦。では今回も索敵してる間に今回の編成紹介。改めまして今回使っている艦艇はロシアの駆逐艦アンチャール。武装が多くてさらに機動力に優れている艦艇だな。今回は防空がメインの動画なので他の編成も防御寄りにしております。それでグレランがエースダブルなんだな。殻に対して防御がバッチリなら水中に対しての防御も固めてハリネズミみたいにしてしまおうと思ってね。その割には序盤からボコられてましたけどね。そして索敵も終わって敵艦と射線が通ったのがこちらになります。いきなりガツナカット入ったな。しかも今回最初に射線が通った敵艦は中国の強襲空母タイプ4。この試合でかなり影響力を持ってそうだな。テレビ業界における私みたいな感じですね。それって影響力ゼロじゃないですかね。さらに今回は味方艦と固まっていられてるのでこのまま一緒に前進します。味方と共同で行動できるのはかなり強いな。この場における火力や防御が何倍にもなるからね。今回は味方合わせて3隻だからマジで3倍くらいあるんだよな。ごめん具体的な数字を求められても私連立方程式の解き方覚えてないからわからないや。今の話のどの辺に必要だったんですか連立方程式。しかもこれで強気な立ち回りができるわけだからアンチャールみたいなアタックタイプにはかなりいい戦況となります。アタックタイプって表現の仕方は虫キングと同じ。そして最終的には味方のレールガンがとどめとなり無事タイプ4撃沈。ナイス味方。そして最後の敵駆逐艦タイプ50を発見。しかも遮蔽物も何もないところにいるな。多分船を止めて釣りでも楽しんでたんじゃないかな。そう思ってるのに攻撃するってサイコパスなの？確かに私はサイコパスの国家資格を持っていますね。名誉サイコパスに国家資格なんて。ちゃんと実技試験まで合格しましたけど。サイコパス実技試験合格というパワーワード。そしてラストはみんなで一緒にタイプ50を撃沈。この試合勝利しました。ナイス勝利。ということでどうだったでしょうか。 OS 流ガンズミ編成。今回の動画はここまでです。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。 TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。それぞれ概要欄にリンクがあります。他にもいろんな動画を投稿してるから過去動画も見てほしいんだぜ。面白いと思ったらぜひシェアをお願いします。それではご視聴ありがとうございました。